常年司チャンネルニュースの虎川ガオーガオー、はい、始まりました。今日のゲストは自民党参議院議員和田政宗さんです。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、今日の内容面白い、興味深いと思ったらね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散していただきたいんですが、今日はですね、和田さんにね、ぜひね、お話しいただきたいのは、大会処理ができないと、各地でね、話題になっていて、まあ、そろそろ迎える党費の更新もね、手続きしなければ自動的に解約と明記しておきながら、実は自動更新ではというですね、疑惑がね、今ネット上で持ち上がっている。日本保守党の、どのあれですか、団体ですか。日本保守党のね、ことなんですけど、そちらの事務総長のお話があるということでお聞きしてるんですが、もうこれよろしいですかね、今日ね。はい。そうですね。はい。お聞きいただいて全く構わないんですけれども、はい、もう SNS 上の発信は、これは常念さんの動画ですんで、はい、常念さんの方で編集の責任を持っていただいて、はい、編集しないです、大丈夫です。はい、で、というのは、私 SNS の発信は、はい、やはり南海トラフ地震の臨時情報が出てますんで、はい、そうですね、で地震の情報ですとか、はい、この地震情報に対するそのデマですとか、はい、あとは、まあ、台風5号、昨日東北に上陸して、ね、和田さんも昨日はね、対応大変だったんですね、はい、こういう発信に今、はい、特化してますので、はいはい、ですので私の方ではですね、はい、このいわゆる大会処理云々とか、はい、そういったものはちょっと発信してないんですけれども、ここは聞いていただければ、お答えしっかりしますので。じゃあ最初にちょっとその大会の件なんですけど、はい、ちなみにですけどね、はい、まあ、公党たる自由民主党の場合、もう自民党員辞めたいんだっていう場合はどこに行けばいいんですかね。いや、もうこれはまず自分が市町村支部ですとか、はい、あとは団体系の職域支部に入ってますので、はいはい、でその支部に申し出ていただければ、はい、まあ、対等というか、はい、離党できますし、大会できますし、はい、あとは、まあ、そうじゃなくても、はい、都道府県連ですとか、はい、党本部でもですね、はい、声をかけていただければ、はい、党本部の場合は、まあ、はい、市町村支部に下ろすか、はい、県連で手続き取るかっていうような形で、はい、まあ、全てクリアにですね、はい、それはできるようになってますので。あ、なるほど。党本部の住所とか電話番号が非公開とか、そういうことはないですよね、自民党の場合。いやいや、だって公党ですから、ええ、党本部も都道府県連もそうですし、はいはい、市町村支部においては、はい、公開してない方が多いですかね、はい、ただそれもその、ええ、どこかしらにその載せてないというだけであって、はい、公開する情報なので、はい、ですので都道府県連なり、はい、党本部に聞いていただければ、はい、いや、あなた党員になりたいとか離党になりたい、はい、離党したいということであればですね、はい、所属のこちらの支部のこの方にご連絡をしてくださいということで、はい、必ず連絡しますけれどもね。なるほどね。まあ、あと、はい、まあ、これも例えですけどね、幹事長がね、はい、もう何もしなければ、自動更新なりませんとか言っておいて、実は自動更新だったなんて嘘ついてたってことはないですよね、自民党の場合。いや、ないですよ。もし公党がそんなことやってたら、はい、これ大変なことになりますので。大変なことですよね。これ消費者庁絡みの、まあ、消費者保護問題みたいになるんですけど、これちょっと一個、これ消費者問題として別途ちょっと質問なんですけど、まあ、僕もね、サブスクの商売、まあ、勝間塾でね、もう13年やってるので、何をやってるか、まあ、これ知ってる話なんですけど、はい、本人が望まない形でですね、自動課金されてしまうようなことを防ぐために、連絡が取れなくても私は大会の意思がありますということを、その、まあ、大会フォームとかですね、メールでね、その更新期限前に言っとけばですね、実際に引き落としされた後も、ちゃんとした、まあ、消費者保護の手続きで返金を受けられるというのは、これは、まあ、ありますよね、基本的に。はい。はい。ですよね。なんで、今、自分は辞めたいんだけれども、なんか自動課金されてしまいそうで困ってる人は、とにかくメールでも電話でも、その期限前にちゃんと辞めるって意思表示をしたというね、記録を残しておけば、確かね、私ね、決済代行会社のシステムで、3ヶ月くらいだったら管理画面からポチってやれば返金できるっていうのはありますので、どの決済代行会社もそういうシステム持ってるはずなんで、で、これ確かね、消費者法の決まりがそうなってて、システム上そう対応しないと多分アウトのはずなんですよね。許可下りないはずなので、まあ、この辺もちょっと大事なところかなと思って、一応これ老婆しながらね、まあ、自民党の場合は大丈夫ですということですね。そうですね。これだって、大会申請をしてるのにずっとその、補金をされてっていうことになると、はい、これ返還請求だけではなく、損害賠償請求ですとか、はい、そういうようなことも、いわゆるその会員さんですか、はい、からやられるリスクとかを考えると、はい、コートは、はい、その、
もし手続き上のミスがそのあったら申し訳ないんですけれども、はい、その際はもう平に謝ってですね、はい、それでもう速やかにそういうのは手続き取りますけれどもね。なるほどね。まあこれ、はい、あくまでもまあこれはね、まあ一応そのまあ仮想というか仮定の話ですけど、何もその意思確認しないまま間違って何千人も引き落としちゃうと、これのもう事務対応手続きというか手間が半端ないことになっちゃう可能性もありますよね。いやまあでもそれはそのシステムを構築したその会がとか団体が悪いので、はいはい、そうですね。でもそれはもう対応するしかないですよね。そうですね。あともう一つちょっとお聞きしたいんですけど、自民党の場合は党員証っていうのはちゃんと送られてくるんですか、党員になると。ああもうそれはもちろんです、もちろんね。ああ、はい、これが例えば1年ぐらい送られてこないみたいなケースっていうのは自民党の場合はないですか。自民党の場合はないですね。もし送られてこねえぞとかクレーム来たらすぐあすいませんすぐ送りますみたいな対応なんですか、やっぱり。あもうその通りですし、我々はなるべくミスのないようにですね、はい、それはやっておりますので。なるほどね。まあそれだけやっぱその事務局にまあ、お金かけてるので預かった投費で頑張ってますと、まあこれ当たり前の話ですからね、はい、そういうことですね。そうですね、はい、やっぱ高騰と言われるから、ね、やっぱり、はい、我々からすると大事な党員さんですので、はい、党員証については、はい、いろいろな送り方っていうのがありますが、はい、まあ、大体はその自分の所属支部の、はい、まあ、幹事長、事務局長、はい、ないし支部長に、はい、送られて、はい、でその支部からだって自分のところの大事な、はい、会員さんですから、はい、党員ですから、はい、そういった方々に、はい、まあ、手渡しをしたり送付をするという形ですね。なるほどね。まあ、和田さんは他の党にいた経験もお持ちですけど、うん、みんなの党の時とかもそれぐらいやっぱちゃんとやってらっしゃいました。はいはい、あれは振興政党でしたけど、はい、これはその党員証を発行する発行しないという取り決めがあるというふうに思うんですけれども、はい、発行するというふうにした場合にはですね、はい、それは当然発行しないといけないわけであって。なるほど。私次世代の党の幹事長もやってますけれども、はいはい、そのあたりはやはりしっかりやってました。なるほどね。まあその党費なんかでももう辞めるって言った人に課金しないようにとか、その辺はやっぱり配慮されてたと。はい。なるほどね。これはやはり金銭に関わることですので、はい、はい。はい。そこはしっかりしないとダメですよね。なるほどね。で、ここでちょっと話題変わるんですよ。金銭に関わることという点で言うとね、まあ、能登半島地震にね、1円も金出してないっていうこのデマね、ここから始まって、南海トラフ地震でもなんか偉いデマを飛ばしていて、もうちょっと、はい、まあ、自民党内の問題になってるというお話を聞いたんですけど、まあ、政府与党内で、はい、もう政府が呼びかけている科学的根拠に基づかない言説等の虚偽情報に、はい、もう該当しますので、はい、これですよね、日本保守党の百田氏、はい、有本氏ですよね、はい、ですのでもう政府与党内ではこういう言説については相当問題視してますね。なるほどね。まあ、パリオリンピックにね、はい、ロシアが呼ばれてないと、国として呼ばれてないことを知らなかったような人たちなんで、はい、その情報収集能力にはまあかなり疑問がありますし、まあ、アメリカ大統領選挙から続く陰謀論、はい、さらに反ワクチンね、はい、で最近の能登半島のデマとか、まあ、ホンダや上海電力、はい、まあ、いろいろ、まあ、そういうね、まあ、僕は悲観マウントと呼んでるんですけれども、私は日本のこと心配してるんですって言って、なんかもうそのほぼ捏造に近いようなね、危機を作り上げて、まあ、人々を煽るというあの手法ね、そろそろちょっと馬脚を荒らしてんじゃないかなと思うんですけど、どうですかねこの辺ね。いや、まあこれはその能登半島地震の時も、はい、その百田代表はですね、はい、夜遅くまで、全くの東半島地震について、はい、発信をせずですね、はい、なんかネット上でやり合ってる人にこう、ね、文言で凄んだりですとか、そうですね、脅迫に近いのがありましたね。南海ヒューガナダで、はい、マグニチュード 7.1 の地震が大地震が起きてですよ、はい、それで南海トラフ地震臨時情報が出ているのにですね、はい、もう国交省がもうそこについて全く発信をせず、しかも国交省がもう対応にてんてこまい、はい、これは気象庁が国交省に所属してますん で、はい、でもう本当に国交省が大変な中でですね、はい、そのなんかいや渋滞に巻き込まれたんやけれども、その演説したったわみたいな感じで、はい、しかも国交省前ですよ。で邪魔してんじゃないですか。国交省前行ってもらえば分かるんですけれども、はい、非常に道路と建物の距離って近くてですね、近いですね、あそこね。で、はい、私も政務官をやってましたんで、国交省内の建物、はい、自分の政務官室も、はい、あとさまざまな部局行ってますけれども、はい、外のこういう外線の音って聞こえるんですよね。あ、で電話をしていて、はい、でもう
緊急の連絡をしているところに、はい、そういうその外線とかかぶせてきたら聞き取れるものも聞き取れないっていう状況なので、でこれ普通の政党であればですね、はいはい、どんな政党であっても、はい、いやもう緊急対応中の省庁のところに乗り込んでって、はい、スピーカーで喋るっていうのはしないですし、共産党ですらそういうことはしない。しないあえて名前出しますけど、はい、例えば選挙中もですよ、はい、これ政治活動の自由、選挙中はもうかなりこう肯定されてますけれども、はい、我々は例えば病院の前ですとか、はい、保育園の前ですね、はい、保育園は子どもたちが寝てる可能性があるわけですし、はいはい、病院もまさにそういうような状況ですので、はい、近くに差し掛かったらマイクを落として、はい、でまたそこから遠ざかったら話し始めるというような形で拡声器を使うというようなことでですね、普通はそういうようなマナーというかモラルがあるんですけれども、今回緊急対応中の国交省の前で、いやもう短い時間なんで1分もないとかって言ってるんですけれども、それ数字とかも緊急対応大変になってくるわけじゃないですか。そうですね、マグニチュードいくつだとか、はい、どれくらいの被害が出てるかとか、はいはい、で今回はその南海トラフの一番左のところで歪み系に変化が出てますから、そうです、ね、はい、これも私、まあ、地震理系ではないですけれども、はい、地震防災津波避難についてはですね、はい、修士号まで取ってますんで、だって、まあ、経験者は和田さん防災士の資格をお持ちじゃないですか。まあ、防災士は、ね、一般の方も頑張って勉強すれば、ね、取れるわけですけれども、はい、私はいわゆる学術的ないわゆる専門分野としても、はい、この地震、ね、防災津波というのをやってきましたし、はい、今も災害情報学会ですとか災害学校学会にも所属をして、はい、やってますので、はい、ですのでその観点から言うと、はい、これも南海トラフ地震の臨時情報の調査中っていうふうに、これ制度運用以来初めて、はい、2019年の制度運用以来初めてですね、はい、このようなことが出たっていうことは、はい、もう本当に大変なわけですよ。そうですね。で、はい、その最中にですね、はい、演説をすると、そうですね、こういうようなことで、まあ、これどうすんだっていうような形なんですが、はい、これもなんか強弁してますよね。さらに他のところで演説して、はい、地震は1週間以内に起きませんとか言ってなんか断言してるらしいですけども、どのような科学的根拠に基づいてる。科学的根拠っていうのは全くないのとですね、はい、今言ったように、はい、これは南海トラフの日向灘のあたり、まあ、これは簡単に表現すると割れたというような、はい、表現になるわけですけれども、はい、変化が断層がずれて変化が出てますので、はいはい、でこれも明らかに歪み系に変化が出てるというような中で、はい、これは情報何も出しませんということはないですよね。巨大地震注意出しませんっていうのは、はい、これは地震の専門家からするともうありえないぐらいしっかりとした変化が出てしまったんですね、はい、なので注意報を発表するっていうのは当たり前なんですが、これ百田氏、有本氏も科学的根拠に基づかない言説をやっておりますし、はい、あとちょっと今調べてるんですけれども、はい、もうこの発言は国民の皆さんが怒って、私も発信して皆さん怒ってますけれども、はい、百田直樹氏が今頃なんとか注意報を出した組織の連中は怒ってくれと祈ってるかもしれんなみたいなことを書いてるわけですよね。とんでもないですね。悪しき言霊信仰もいいとこですね。これ怒ったらどれだけ国民が困難になるのか。ですよ、うん、で想定される南海トラフ地震が起きて しまった場合にはですね、想定される最大規模で起きてしまった時にはもう大津波が襲って、はい、おびただしい被害が出てお亡くなりになることが多数、お亡くなりになる人が多数出るというような中で、はい、これもう人の命を軽んじるようないわゆる言動をですね、はい、政治団体の代表がするっていうのは、はい、本当に悲しいことだと思いますね。そうですね、まあ、ただ単にね、アクセス稼ぎのね YouTuber がね、はい、まあ、軽口叩いてんだったら多分まあそれは言論の自由なのかもしれないですけど、政治団体の代表がですねそれやっちゃうのちょっと問題ですよね。さすがにお立場をお考えいただいた方がいいんじゃないかみたいなね。はい、能登半島地震の時もそうですし、はい、今回の日向灘の地震から南海トラフ地震臨時情報が出て、はい、巨大
地震注意の発表に至るまでの状況を見てもですね、はいはい、何も発信してないわけですよね。そうですよね、はい、まあ、しかも普通はそのそ、ね、政治に携わる、はい、またあの政治団体の代表だったりコートの代表であったら、はい、もう本当に国民のことを思ってですね、はい、その対応し、そして発信も当然するわけですよね。国民に対する呼びかけというものが重要ですから。で、まあ、だからそういったものが全く欠落している人物にですね、うん、その政治をやるっていうのはもうこれ国民が、はい、あの判断すると思いますよ、はい、それでいいのかっていうことを、そうですね、まあ、あのよくですね、その発言の中身を吟味していただいてね、まあ、今応援してらっしゃる方もいるかもしれませんが、本当にそれを応援していいのかどうか、この国のためになるのかどうかってことをですね、ぜひ考えてもらいたいなと。あのなんていうんですか、一人の人間がその独裁をしてね、でその言ってること全部正しいっていうふうにこう来賛してサークルの中で盛り上がるのはいいんですけど、それあのオウム真理教の例もあってですね、ヨガサークルから人類滅亡とか言って盛り上がって最後テロを起こしたみたいなねこともあるので、冗談でやってるやつがだんだん本気になってきて同調圧力でもうそのやらざるを得ないみたいな感じで、ね、まあ言論テロみたいなこと実際起こってますよね。まあ、あの和田さんのところにも、まあ、いわゆるクソリブが今大量に来てると思うんですけども、まあ、僕のところもたくさん来ましたけど、ああいう言論テロをやりで、実際に東京15区で、まあ、ああいう暴力的な選挙をやりですね、非常に問題の多い政治団体だと思います。はい、で言ってる主張 もう科学的根拠は、愚かですね。まあ本当にあの憶測と、まあ、デマにも続いてて、しかもですよ、ロシアがオリンピック出てない、呼ばれてないってことを知らないで論評しちゃうようなレベルの情報収集能力なわけですよ。まあ、有本さんはジャーナリストを一応ね名乗ってらっしゃいますけど、全然調べないということはね裁判でも認定されてますので、まあ、そういった方がですね、夜いきなり電話してきてね、仲間の悪口言って、で相手から悪口引き出して、こいつこんなこと言ってましたよって百田さんにチクるみたいなね。僕のとこも来ましたよ、あの日本国旗でやらかした時にね、これどうしたらいいんでしょうって俺に相談があって、いやちゃんと訂正出した方がいいですよと、特にあの口頭の断絶についてね思いっきり書いちゃってるからと。あれ嘘ですか、誰からですか、有本さんですか。有本さんが僕電話もらいましたよ。あの携帯天皇の件あれまずいから変えた方がいいですよって僕あの時言ったんですよ、有本さんに。はい、電話来て、いやそうですねとか、その時同調してたくせに、あの行為三奪の件ね、未だに訂正してないですよね。保守を名乗る人間がその万世一家否定するってどういうことだと。保守でも何でもないじゃん。だから応援してるね、僕はね、花田さんにも言いたいんですよ。花田さん本当大丈夫ですかと、前会った時直接言いましたよ、僕花田さんに。はい、花田さん本当ね、日本をね大変なことにするかもしれないよと、本が売れていいかもしれないけど、やっていいことできないことがあるって僕は花田さんにはっきり言いましたよ。はい、本当は問題だなと思います。はい、今日ははっきり言いますけど、マジで。はい、で今回あの私が、いやあの、まあ、反論というか、はい、まあ、そういうあの言われなき攻撃を受けてもですね、はい、戦っているのはですね、はい、これはもうまさに今そのみんながこの南海トラフ地震のこの臨時情報に向き合ってですね、はい、でもこれ南海トラフ地震は歴史上約100年の周期で繰り返し、ね、起きてほしくないですけれども、はい、起きちゃってるんですよね。はい、はい、起きてしまう地震で、はい、もうこの話してる1秒後に起きてもおかしくないですし、はい、まあ、それが30年後なのかもしれないですけれども、はい、確実に来る地震なんですね。でこの地震があのいわゆる南海トラフの一部が割れてですね、はい、明らかにその歪み系に変化が見られてるというような状況の中で、はいはい、これはもう南海トラフ地震が起きる可能性というものがその数倍高まったというようなことについては、数段高まったということについてはですね、はい、これはもう明らかであって、そうですね、でこれをそのいわゆるそうじゃないんやみたいな感じ で、はい、でしかも国民を煽るような形になるとですね、はいはい、これ政府の危機対応、これ例えば侵略を受けた有事の際とかにもこういうことをやられてですね、はいはい、もう国民が大混乱に陥る可能性がありますので、うんうんうんですね、今そのもう事実に基づく批判であれば我々はしっかりと受け止めて課題の改善につなげるわけでありますけれども、はいはい、科学的根拠とか事実が全くないのにですね、はい、そういうようなことをその言うような人たちに対してはですね、はいはい、しっかり対応しないといけないということと、あの保守ということの中で、はい、今あのジョネさんおっしゃいましたけれども、はい、百田直樹氏はもう日本国旗で、はい、今私も読みましたけれども、はい、もう明らかにその携帯天皇が皇位三奪をしてるだとか、うん、はい、王朝交代を言ってるわけですよね。そうですね、はい、あのありえませんので、ありえないですね、あの部分はね、はい、もう本当にアウトですよ。まあ確かにね、そのいろいろ危機感を持ってねやりなさいと、ちょっとすぐ楽観主義になってね、はい、油断するところがあるからっていう部分は、まあ教訓的に、ね、読める部分もなきにしもあらずで、そこはいいと思うんですけど、はい、携帯天皇の件は完全に間違ってるし、
あとは、まあ、王神天皇のところもそうですよね。そうですね。あとは、はい、まあ、僕は経済評論家なんで言わせてもらうと、あのブロック経済によって日本が戦争に追い込まれたっていうのは、僕はそれは違うと思うんですよね。うん、あれは経済読むときに私に書きましたけど、ブロック経済やられてるときもイギリス植民地とかの貿易は伸びてますから、やっぱちゃんと事実に基づいて発信しなきゃいけないなと思うんですよね。はい、だからあんなとこなんで、あの教科書の記述そのまま書いてんだとか、教科書アンチなんじゃねえのとか思ったんですけどね。そうですね。ね、はい。はい。まあ、当時、あの、ウィキペディアから転載してるんじゃないかみたいな指摘もね、はい、ありましたけれども、そうですね、はい、これあの、百田有本領主は、記憶がこのなんというか、都合よくその切り替わるのかなというような、はい、あのことをあの私感じていて、はい、っていうのはあの前回の選挙の時に、はい、なんか俺たちがめちゃくちゃ応援してて周りに働きかけたから和田は当選できたのに恩知らずだみたいなこと言ってるんですけれども、はい、応援してくれたのであればそれはあの感謝を率直に申し上げたいというふうに思いますけれども、はいはい、あのどれだけあの教えにいただいたのかっていうのはちょっとよくわかんないですかね。はい、それこそあの生田義勝さんですとか、はい、あのそういった方々はもう私は虎ノ門ニュースで何回も連呼しましたよ和田さんのことを。はい、あのやってくださいましたし、はい、あの安倍総理が、安倍総理もね、あの、はい、もうこれあの私あっちこっちの講演でも言ってますんで言いますけれども、はいはい、安倍家と岸家はご家族でですね、はい、あの和田をよろしくということで電話をかけていただいたりですとか。あのそういうようなあのことで、はい、総合的に当選に至ったわけでありますので、はいはい、我々が応援したからじゃあとかっていうのは、まあはい、応援してくれたことにはもう心から感謝を申し上げますけれども、はい、なんかそれでなんか恩知らずみたいなこと言われてで別にあの私から向こう非難したわけじゃないんですよ、急になんかあのわけわからないことを言い始めて、はい、で、まあ、向こう側からこちらをですね、はい、攻撃し始めたので、はい、我々、私が反撃を、まあ、したということなんですけれども、はい、で、これ、私の SNS にも上げてますけれども、はい、その、有本薫氏が、またいろいろこう言ってきてるわけですよ。はい、それで、電話をかけたことなんてあったかしらみたいな感じで。はい、もう、皆さんその反応、明確に何月何日ってありますね。はい、平成29年の衆議院解散の翌々日の9月30日ですね、はい、これ、私の携帯に電話をしてきて、はい、で私なんか知らない番号だったんですね、で一方的になんか話しかけられて安倍総理は今、はい、あのどういうことを考えてどういうふうにやってて、はい、どういうふうなあの動きなのかみたいな感じで根掘り葉掘りいきなり聞いてくるわけですよ。ただ誰かわからないので、はい、初めあはいはいはいみたいな感じだったんですけれども、はいはい、でどなたですかって失礼ですねって聞いたら有本香里ですって言って、でそこでいろいろ聞いてきたので、でも、基本的にその質問自体もなんか的を射ないようなところがあったんで、あ、まあ、受け流してきたわけですけれども、まあ、こういうことも和田さんの立場は選対の関係者だったんですよね。いやだって私当時広報本部長、副本部長 で、はい、で広報本部長の平井さんがご地元にの選挙が大変だって言うんで私に全権否認しましたので、はい、選挙統括だったわけですよ、ね、なるほど、それは知ってますね、はい、情報ね、はい、それとなんかあとなんかあれですよね、自民党で相手にされていないとかですね、はい、なんかそんな発言とか、はい、してるみたいなしてるんですけれども、はい、動画の中でしてるんですけれども、はいはい、現状においてですね、はい、私の発言なんかその取り上げられないとかって自民党が言っているとかって言ってるんですけれども、はい、自民党の議員誰が言ったのかっていうのをちょっと明らかにしてほしいと思うのは、ええ、だって前回の東京16の選挙で、はい、自民党とか岸田さんを、はい、そのものすごいこのデマに基づいて一番中国から金もらってるのが岸田みたいな感じで言ってましたね、言ったじゃないですか、根拠はないけどって自分で言ってましたけどね、はい、我が党からするとそういうようないわゆる政治団体とは、はい、議員は付き合わないわけですよね。なるほど、まあ、だからそれでも電話している議員がいるのであれば、まあ、それはそれでいいんですが、はい、まあ、当然主流派ではないですよね。はい、でまあとにかくこじつけたいわけですよ。某クルド問題で私に、はい、誹謗中傷しているジャーナリスト和田は党内の立場は全くないとかって言ってるんですけれども、はいはい、じゃ あの法務委員会の筆頭理事なんかつかないですし私憲法改正を速やかに実現する中堅若手の会の共同代表で80人の仲間いますから、はい、
口頭無形ですね、ここまで来ると。いやもう口頭無形ですよ。すごいですね。だからもう言ってることは、おそらく全部伝聞情報で、なるほど。しかも、その、伝聞情報って尾ひれ、歯ひれがつくじゃないですか。うん、まあ、願望をなんか伝聞情報に変えただけなんじゃないですか。はい。例えば、北海、今、甲子園のシーズンですけれども、はい、北海道にどうも、北海道に、技術としては145キロ投げるピッチャーが、うん、なんか尾ひれ歯ひれついて、はい、どうも北海道のどこどこには155キロ投げるピッチャーがいるぞみたいなそういうような伝聞情報に基づいて来てるので、すべてそうじゃないって言うんだったら、はい、証拠を示してほしいですよね。いや本当ですね。私もなんか、はい、金に困ってるっていう設定になってるみたいなんでだから彼らを批判する人は全部金に困ってる設定になるみたいです。はい、はいはい、なんか有本氏が、はい、船遊びの件が、はい、その週刊誌に乗らないといいよねみたいなことを言ってるんですけども、俺ですか船遊びって、うん、ああ俺船遊びしょっちゅうやってますよ。この間もなんか動画、はい、クルーザーの上から撮った動画上げてたじゃないですか。ほぼ毎週遊んでますよ。あれですよ、はい、あ、長年さんのこと言ってるのかな。船遊びクルーザーでも遊んでるし、あとみんなのことじゃないかみたいな感じで心配してですね、メッセージとか来るんですけど、私去年仲間と、屋形船、東京湾で乗ったっきりですし、これもう全然仲間内との普通の宴席なので、まあ、週刊誌に乗りようがないので、うん、まあ、私それ誰かの記憶と誰かと取り違えて記憶してるんじゃないですか。僕じゃないですかね。はい、はい、そうですね、常年さんかもしれないですね。私は毎週船で遊んでます、マジで。金に困ってるんで毎週船で遊んでるんですよ。はい、でも週刊誌ネタになるようなものなんてないでしょ。うわどうなんでしょうね。まあ、ちょ船の上でね、尾崎社長からもらった尾崎牛ちょっと焼いてみたりとか、錦の木村さんにご寄付いただいたね、今回は松坂牛までいただいたんですよ。松坂牛と石垣牛ダブルでいただいたりとか、はい、これはちょっとまずいですね。そんないい肉船の上で焼き上がったことも含めてですよ。はい、でまあ実際に例えばその週刊誌に書かれるようなネタがですね、もし、はい、もし仮にですよ、はい、あったとしても、はい、そういうのをなんかネット上で匂わせるっていうのは、はい、これは性格としてどうなんですかっていうのは、まあそうですね、もう見てる人はみんな分かってますんで、うん、まあだから和田さんの船遊びは上海電力みたいなもんなんじゃないですか。まあ、なんか言われて思ったんですけど、なんか常連さんのこと言ってるのかもしれないですね。俺のことかもしれないですね。俺は本当毎週船乗ってますから、一昨日もカヤック10キロぐらい乗ってきたんで。はい。はい。まあそのことかな。まあ何でもいいんですけどね。まあ書くなら書けよって感じでね。はい、他にもだって書かれて困ることはね、いっぱいあるんじゃないって、ね。はい。それはお互い様でしょと。恋したら距離なんて関係ないとかね、いろいろありましたから。ね。有本さんの発信もそうなんですけれども、百田氏ブロックしといて、私への批判続けてるみたいで。あれはね、これはもう皆さんご承知の通り、はいはい、こういうようなことをやる、はい、人間っていうのは、はい、いわゆる丸々ものですよ、ね。ああ、まあそうですね。私は随分前にその、はい、恋したら距離なんて関係ないって動画上げたらですね、そこからずっとブロックされてるんですけど、ブロック解除したらまたその件蒸し返そうかなと思ってるんで、はい、件ちゃんとやってもらえたらね、セクハラですからね、完全にね。はい。はい、なんか今朝の百田氏のツイート、ポストは、はい、私ブロックしてることなんか忘れたらしくて、はい、一旦なんかリポストをして、はい、でそれでなんかまずいと思ったのが、はい、画像切り抜きに変えて再アップしたっていうようなことが、しょうがない、私の元にいくつか情報として、はいはい、来てますんで、この後発信もしますけれども、はい、なんかもう私は両氏に言いたいのは、はい、いわゆる根拠に基づいて事実に基づいて発信をしてくれということと、はいはい、まあ、してくれっていうのはこがましいかもしれないですけれども、はい、だってこれ例えばですよ、そのクルド問題についても、はい、私ずっとこのクルド人の犯罪摘発をしてきて、はい、でこの改正入管法の施行にあたってもですよ、はい、難民申請をその回数を制限して、はい、それで、強制送還を強化して、ね、あとエスタの滞在者をなくすということでずっと動いてきて、はい、で不法入国をそもそも防ぐエスタの導入を入管庁に確約をさせて、ね、いわゆる政府決定がこの6月か、はい、なされましたけれども、はい、7月かなされましたけれども、はい、いわゆるこういう動きを逆のレッテル貼りをして、はい、抑えられたら困るような連中がギャーギャー騒いだわけですよね。いわゆる、うん、にこれ綺麗に収められると、はい、
いわゆる自分たちがもうこいつら暴れてしょうがないんだみたいなことでやってた、うん、あの人たちが、うん、とかそれを狙う国際工作をやっているような、はい、そのトルコのみたいな国がですね、はい、あのこれは困るということで相当逆レッテル貼りされて、はい、で繰り返しこの番組でも言っているように、はい、あの私に対する脅迫と、はい、名誉毀損で刑事事件に、はい、このいわゆる逆レッテル貼りをしたですね、はい、中心人物になってますけれども、はい、これも今回の角田氏、はい、有本氏の発信もですね、はい、これが都合のいい時だけ民間人で逃げるんですけれども、そうですね、いや民間人じゃないですよ、はい、政治団体だけですから、政治団体の、はい、代表と事務総長という幹部ですので、はいはい、もう名誉毀損については、はい、これはもう断固たる措置を取るというのは当たり前のことであって、うん、で、ま、全くこのクルド人問題に関しては事実に反することをですね、はいはい、この2人は言ってますんで、はい、今弁護士が文言精査中です。これはそうですか、はいはい、対応していくにも、はい、この文言が該当するねっていうところで、はい、明らかにその部分をですね、はい、明示をする必要がありますので、はい、今、はい、それは客観的に弁護士にやってもらって、それはちょっと質問ですけど、民事でも、はい、刑事でもってことですか？あ、まあ、それはこの精査の、まあ、お盆当てになると思いますけれども、はい、聞いてですね、はい、で、まあ、どっちでいくのかっていうような形ですよね。それでまあ今さらに続いてますん で、はい、でこれ刑事は知った時から6ヶ月以内ですか、民事は、はい、3年以内ですの で、 です、ね、はい、まだありますんで、はい、ですので、まあ、準備をしっかり進めて速やかにやるのか、それとも、はい、この後 の、 その発信も見てですね、はい、やるのかっていうのは、はい、まあ、ちょっと弁護士と相談したいというふうに思いますけれども、まあ、私はね、はい、別に喧嘩したくてしてるわけじゃないので、いつでも話し合いをしてね、和解できるもんならしたいと思うんですよ。花田さんにもね、会った時言ったんですよ。僕はいつでもオープンに議論するけど、彼らが望まないでしょと、僕と議論することはと、花田さんから言ってくださいよって花田さんに言ったんですよ。花田さんその時伝えたかどうか分かんないですけどね、はい、で虎ノ門ね、最初やってた頃みたいにみんなでさ、やっぱ日本の国のためにやろうよって気持ちすごいあるのに、自民党の悪口ばっか言ってるでしょ、ね、しかも全部デマでしょ。これはさすがに国益に反するなっていうことで、もう今まですいませんでしたってことでやり直すんだったら全然問題ないですよ。そのすいませんの一言が言えるかどうかですよ。謝ったら死ぬ病ですから、はっきり言って。それが言えないんだったら一緒にやれないです。はい。当初は我々はその主要メディアのですね、はい、おかしな論調に対して戦うというような形で、それネットも黎明期で、そのネット動画も黎明期で、はい、でいろいろやってきたわけでありますけれども、はい、これがそのずっとその発展をしていく中で、はい、確実な情報を発信している人と、うん、デマだとか深く実際の情報をその発信している人っていうのが色分けされてきたというふうに思うんですね。うん、確かに。まあ、私がその出なくなったそのチャンネルもですね、はいはい、その陰謀論がその極めて強くてですね、私も出なくなりました、そのチャンネル、はい、で、はい、事実を完全に無視をするわけですよね、はい、規約をさせるわけですよね、はい、そんなところにその国会議員である私が出ていくっていうのは、これはもう土台無理なんですね。ありえないですね。はい、なるほどね。まあ、いろいろ今日お話をお伺いしましたが、皆さんぜひね、状況をご理解いただいて、ね、まあ、我々からの一方的な話だけでもなんない、向こうさんにもちゃんと言い分あると思うんで、それも聞いていただいてですね、最終的には皆さん自身が、理性的にご判断されることが大事です。ただポイントはですね、今回その南海トラフ地震というですね、日本の国民の命に関わる問題でデマが出ていると、これデマが出てることは事実ですから、もう映像証拠も全部残ってるので、この件に関してだけは絶対忘れないでください。皆さん自身の命に関わる問題なんで、これぜひね、だからまあ、和田さんがそういう命に関わる問題なんで、ちょっと緊急お願いしますということだったんで、今日ちょっとこの動画を撮らせていただきました。まあ、いろいろちょっと厳しい言い方になった部分はあるかもしれないですけど、百田さん、有本さん、昔のね、虎ノ門みたいに、もう一回日本の国のために頑張るってことであれば、これまでの言動ね、ちゃんと、しっかり総括して、ね、反省して、一緒にやりましょうってことだったら、絶対ね、仲良くなれると思うんでね、私はもう議論オープンですよ。批判することは批判する。僕も言い過ぎたところは謝ろうと思いますけど、ね、今みたいな態度でやるんだったら、これは本当にね、ちょっと、批判せざるを得ないなと、残念ながらね、昔は立派だったんで、本当に今残念だなと、そんな風に思います。ということで、和田さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散お願いします。それから和田さんのね、有料メルマがあるんで、ぜひ皆さん撮ってください。下に URL 入れておきますので、よろしくお願いします。和田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ガオー。